スタウフビル線はゴートランジットの一路線であり、1982年にゴートレインの路線として開業した。トロントとウィッチチャーチイーコールスタウフビルを結ぶ路線である。2014年の1日利用者数は1万5000人を数え、年間利用客数は359万7900人となっている。トロント大都市圏の新興ベッドタウンであるマーカムに、 駅が多く設置されており、トロントへの通勤列車路線となっている。運行は平日ラッシュ時の一方向のみであり、朝方はトロントユニオン行き、夕方はユニオン駅からリンカーンビル方面へ向かう列車が運行されており、一部はユニオンビル泊まりとなる。土曜日は一往復のみの運行となっている。日中と日、祝日の列車の運行はない。また、 一部列車は、レイクショアイースト線も乗り入れている、ダンホース駅を通過する。所在地は、基本的に駅名と同じである。2019年から2022年前後までに、ユニオンビル駅からユニオン駅までは電化され、ゴーリージョナルエクスプレスレールとして15分間隔での運行となり。また、そのうちの一部区間は、スマートトラックという、 新たな通勤電車システム路線の一部区間として運行される計画である。マウントジョイ駅までの区間も終日1時間間隔の運行となる。また、アクスブリッジまでの延伸も計画されている。ありがとうございます。